ヘキサフルオロベンゼンは、ベンゼンの水素が全部フッ素で置き換えられた、方向属有機化合物である。技術的な使用は限定されているが、高化学反応の溶媒として推奨されている。研究室では、19回 NMR の標準、13CNMR の溶媒と、標準 1HNMR の溶媒、赤外スペクトルの一部の研究をする場合の溶媒、 市外部領域にはほとんど吸収を示さないため、市外化しスペクトルの溶媒として使用される。ヘキサフルオロベンゼンは、他のパーハロゲンベンゼンとは、少し異なっている。結合角と距離を計算すると、隣接するフッ素原子間の距離を計算することが、可能になる。また、ハロゲンの非結合半径は分かっている。次の表に結果を示す。 表からわかることは、HFB が平面である、唯一のパンハロゲンベンゼンであり、他のすべては多かれ少なかれ歪んでいるということである。結果として、C6 回6では、原子軌道間のオーバーラップが最適だが、他の化合物の軌道ではオーバーラップが少なく、したがって、方向属性も低くなっている。ヘキサフローロベンゼンをベンゼンと、フッ素から直接合成することはできない。 合成は、ハロゲン化ベンゼンとアルカリ復化物との反応によって行われる。ほとんどの HFB の反応は、復化物の痴漢を伴って進行する。一例として、硫化水素ナトリウムとの反応で、ペンタフルオロチオフェノールが得られる。ペンタフルオロフェニル誘導体の反応は、そのメカニズムが長い間不可解であった。痴漢期に関係なく、それらはすべてパラハイ構成を示す。 新しく導入された、置換器も肺構性に影響を与えない。すべての場合に、1、4から2置換マイナスに、3、5、6、テトラフルオロベンゼン誘導体ができる。最終的に、手がかりは、非フッ素痴漢器の性質ではなく、フッ素自体にある。パイ電気陽性効果が、方向間に電子を導入する。しかし、非フッ素痴漢器はそうすることができない。電化が、 共有期に対してオルト及びパライに蓄積するので、非フッ素置換気に対してオルト及びパライはより少ない、電化を受け取るので、ネガティブではない、またはよりポジティブである。さらに、非フッ素置換気は一般に、フッ素よりも傘高いので、そのオルトイは立体的に遮蔽され、パライをアニオン性流入器の唯一の反応部位として残す。MSDS によると、ヘキサフルオロベンゼンは、目、 皮膚、呼吸器、消化管の炎症を引き起こす可能性があり、中枢神経系の抑制を引き起こす。アメリカ合衆国労働安全衛生研究所は科学物質毒性データ相欄に神経毒として記載している。ありがとうございます。